10月30日に行われた SMBC 日本シリーズ2024第4戦みずほイペイは d n a がソフトバンクに5-0と大勝このシリーズ2勝2敗のタイとした動画オースティンは2試合連続となるホームランを放った先発のアンソニー・ K の好投が大きかった初回を3者連続三振でスタートするとツーシームカットボールチェンジアップ スライダーと多彩な変化球を操り、ソフトバンク打線を封じ込めた。ソフトバンクは投手陣が踏ん張れなかった。熱戦が続く中、第4戦の始球式にも注目が集まった。元、乃木坂46で5月に卒業。現在は俳優も務める山下瑞稀さん、25が始球式に登場。SMBC グループのロゴ入りユニフォームに黒のパンツ。パツは一つにまとめ。 足元は同じく緑のアクセントが効いた白地のスニーカーでまとめ、マウンドに現れると大きな歓声が沸き起こった。捕手の開拓屋に向けて、ゆったりとしたフォームから両手を高々と上げるワインドアップで1球を投じた。惜しくもワンバウンドとなったが、見事な投球にはスタンドからも大きな拍手が送られていた。このシーンが報じられると SNS 上でも、可愛さが更新されている、透明感。 半端ない。振る舞いが丁寧。など好感の声が続々と集まっている。